I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って、彼女の故郷ココヤシン、かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ、以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億。もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン、おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて、あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。守るぜ。俺がいつ約束を破った。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。シャーク。ルフィ、何よ
何も知らないくせに。あん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。奴らは生き残らずを下ろしてやるぜ。暑苦しい野郎だな。俺は司令塔の役を引き受ける。戦闘はお前らに任せたからな。呼吸もできねえとは、哀れな生き物だな。な、なんちゅう。マミはかわいそうだと思うし、力を貸してえ気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままどんずらこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずね。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、嘘じゃねえ。本物の勇敢なる海の戦士になるために、海賊ごっこは終わったんだ。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだ。よし、俺が引き受けた。
俺だってやりゃできるんだよ、見たかこの野郎。やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。何しに来た？あんた、殺しに。殺しに。お前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだが、お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここや志村の連中だけは助けてやってもいい。お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。私と一緒に死んで。抵抗したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。リクロを使って裏から攻めるのよ。あいつらに
勝手な真似はさせるな。アーロンさんが相手をするまでもね、俺が片付けてやるぞ。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いっおう今度見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。その間に何とかしよう。やれ、敵をぶち壊せ。やった。よし、一つは俺に任せろ。Huh?
でか。くそ、守りきれなかったか。まだ無事な奴は何としても守れ。極限士じゃねえんだぞ。六刀流の本気を見ろ。あがいてみようじゃねえか。Thank you.
ンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざけ、加藤氏族。それとてめえらて、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、モザイクはなしだ。あいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族。ゴムゴムの1年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。やっ